おいおい来たぞみんな。はい、ということで皆さんちょっと見ましたか？はい、ということで何かと言いますとこちらでございます。鬼滅祭アニメ3周年イベントのですね、まあ、キービジュアルが公開されたということなんですけども、まあ、加えてですね詳細も解禁されましたということで、はい、ということでね4月16日と17日に、まあ、あの幕張メッセホールで開催するということは、まあ、以前にもですね鬼滅祭のねイベント、まあ、解禁はされていたんですけども、皆さんこちら見てください。はい、なんとですねライブ配信、オンライン配信決定いたしました自宅でも見ることができます。ということで皆さん、これ何を伝えたいか分かりますよね？そうです、今日のタイトルにも書いている通り、そうなんですよ、刀鍛冶の里編のアニメの続報がなんとここで解禁されちゃいます。はいこれはおそらく確実ですね。なんでかっていうと、これ見てくださいよ、このもうキービジュアル先ほどもね見せましたけど、この凝り具合見てくださいよ。うん、アニメ3周年イベントめちゃめちゃでかくやろうとしますよね。もう実際こうコロナ流行ってるけど、それでも幕張メッセで開催するということはね、まあ、決定しておりますし、それに加えてライブ配信ということで、これは確実に何かね大きなものを発表する時のね、まあ、前触れというか、まあ、遊郭編の時もアニメ2周年イベントで発表されたんで、あの時はね本当に皆さん注目度高かったと思うんでね、まあ、今回も注目度高いと思うので、まあ、そこでね、まあ、刀鍛冶の里編のね、まあ、アニメ放送日だったりとか、まあ、新たなキービジュアルだったりとか PV だったりとかね、まあ、そういった部分を解禁するんじゃないかなと思っております。いやー、これちょっと楽しみだ、本当に楽しみで、まあ2日間に分けて何をするのかっていうことなんですけども、まずはこちらをご覧ください。はい、で4月の16日にはですね、なんと遊郭編のね、まああのステージプログラムがあるということで、まあこちらがね配信で見れるかなっていう感じなんですけども、まあ、まずは遊郭編について4月の16日には触れていくということでね。いや、どういったことをやるのかっていうのはまだ分かってないんですけども、まあ去年のね、雰囲気でいくと、まあ制作の様子だったりとか、まあアニメの制作の舞台裏みたいなところを見せてくれるんじゃないかなと思っております。いや、これをねちょっとまた配信で見れると考えるとものすごく嬉しいんですけども、僕もですね4月の16、17はね、まあ同時視聴という形でライブ配信を行おうかなと思っております。で、まあ4月の17日にはね、まあ、逆に無限列車編のことについて触れていくみたいなんですけども、無限列車編ね、いや前回無限列車編、まあ、やってなかったって感じなんですけども、おそらくですね、まあ、より深く舞台裏だったりとか、まあ、裏エピソード的なのねやってくれるんじゃないかなと僕は思っております。で、まあ実際幕張メッセに行けばね、まあ、企画展示エリアでねたくさんのものを見れますよということで、僕もちょっと幕張メッセ行きたいなと思ってるんですけども、どうしようかなって感じですよね。僕東京済みなんで幕張メッセ行こうと思えばね行ける距離なんですけども、いやーちょっとどうしようかな、配信もやりたいしね、まあ16あたりちょっと行きたいなって感じではあるんですけども、いやこれちょっと迷ってる部分でありますね。実際ちょっと足運んでなんかそういったものを見たいなと僕も思ってるし、ただまあコロナっていうところでねまだちょっとわからない部分ではあるんですけども、まあ、おそらく開催するんじゃないかなと思っておりますんでね。いやちょっとこれはね実際に足を運んでいきたいような感じですけども、いやちょっとねまだ触れてなかったけどキービジュアルね、これやばくないですかキービジュアルやべって俺、いや、これはちょっとね、裏でなんか大きなね、ことが動いてそうなね、キービジュアルじゃないですか。いや、めちゃめちゃ凝ってるよね。いや、ちょっと、うすいさんとか見てくださいよ。めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。いや、ちょっと着物のさ、レベルがさ、レベチじゃないこれ。こんな着物、やばいね。いや、煉獄さんも、な、王様王様ですかみたいなもうすごいっすね。いやー、ということで皆さんこんな感じで、まあ公式ね、あのホームページ見てみればたくさんあの詳細書いてありますんで、まあ興味ある方は概要欄に貼っとくんで見てみてください。いや、ものすごく楽しみです。そしてですね、まあここで刀鍛冶の里編ね、まあ新たな情報解禁されると僕は 100% 確信してるんで、まあ皆さんもその気でいていいと思います。はい、まあね、刀鍛冶の里編ね結構アニメ制作発表するの早かったんで、まあおそらくなんですけども今年中にアニメを放送するんじゃないかなと考えております。なんでまあここあたりでまあドドンと放送日出てくれたら本当嬉しいなと僕は考えております。いやーちょっとね、楽しみだね。4月16、17、はい、ということで2日連続多分生放送すると思いますが、その辺もよろしくお願いします。ということで、まあそんな感じで新しい情報発表されたんで動画撮りました。いやーちょっとね、ライブ配信ねどこで行うんですかね、このあの鬼滅祭どこで行うんですかね。 YouTube のアニプレックスの公式チャンネル
る動画かな、まあわかんないんですけど、アベマ TV かな、わかんないけど、まあ楽しみですね。ということでそんな動画でした。皆さんね、ぜひぜひコメントだったりよろしくお願いします。はい、ということでバイバイ。